ミナマタ、ミナマタは2020年のアメリカ合衆国のドラマ映画 W ユージン・スミスとアイリーン、ミヨコ、スミス夫妻の写真集ミナマタをもとにアンドリュー・レビタスが監督デビット・ケスラーが脚本を務める1970年代水銀中毒が熊本県ミナマタ市の市民に及ぼす影響を記録した写真家のユージン・スミスを制作を兼務するジョニー・デップが演じる 1971年、アメリカの写真家 W ユージン・スミスは、ライフ氏に掲載された数々のフォトグラフィックエッセイで有名になるが、陰遁者となっていた。別の仕事をしていたスミスは、情熱的な日本人翻訳者のアイリーンから、水俣を訪れて、水俣病を撮影、記録するよう促される。スミスは、地元の警察や、政府の共犯者である企業のドミクさがもたらす。 破壊的な影響の正体を暴くために最善を尽くすことをついに確信する。水銀中毒と水俣病による沿岸地域の被害を記録するために彼は日本の水俣を訪れた。水俣病は科学会社窒素が引き起こした産業公害が原因であった。ミノルタのカメラだけを持って強大な企業に立ち向かい、スミスは壊れたコミュニティの信頼を得て、 この物語を世界に伝えるための画像を見つけなければならない。しかし、スミスは現地で厳しい報復を受けることになるが、この報道によって彼はフォトジャーナリズムの象徴となる。2020年の第70回ベルリン国際映画祭でのキャストスタッフ2018年10月23日、ジョニー・デップがフォトジャーナリストの友人スミス役でドラマ映画に主演し、監督を アンドリュー・レビタスが担当することが発表された。撮影は2019年1月に開始され、ビル内、ミナミ、サナダ・ヒロユキ、アサノ・タダノブ、カセリョウ、クニムラ・シュンがキャストに加わった。撮影は日本、セルビア、モンテネグロで行われた。2020年2月21日にベルリン国際映画祭でワールドプレミアが行われた。2020年10月、 MGM はアメリカンインターナショナルピクチャーズのバナーを通じて本作のアメリカでの配給形を獲得しバーティゴリーシングはイギリスでの配給形を獲得したそれぞれ2021年2月5日と2021年2月12日の公開を予定していたがそれぞれ8月13日と未定日に延期された2021年7月26日レビタスは 本作の配給券を購入した買収責任者のサム・ウォルマンからジョニー・デップのイメージ低下に伴いこの映画は宣伝しないと言われ MGM がこの映画を葬ることにしたと映画の講演者であるユージン・スミス財団と水又財団にも手紙を送りこの題材の重要性を MGM は十分に考慮していないと再考を求めたこれについて MGM は この映画は MGM の一部門であるアメリカンインターナショナルピクチャーズで公開するために購入した。今後のエイプ作品に含まれており、現時点では米国での公開日は未定であると述べた。主要な舞台となる熊本県水俣市の高岡理事市長は、主として協力する姿勢を示しながらも、1970年代の水俣の様子や起こったことが正確に伝えられることが大切。 地域にとって、負のイメージだけが広がらないようにお願いしたい。水俣を担う若い世代に、自らのふるさとに自信を持てる内容となることを期待していると、内容への要望も口にした。しかしその後、水俣市は2021年6月に、地元有志の実行委員会が、同年8月に開く先行上映会の名義講演を、水俣市に依頼した際、映画が、 史実に即しているかや制作者の意図が不明であり、被害者への差別や偏見の解消に貢献するか判断できないことや、水俣病を過去のものとして忘れたいと考えている市民がおり、講演が適切か不明なことを理由に講演を拒否した。一方で、熊本県側は、世界的に発信されることに意義があるとして、上映会の講演を承諾している。9月18日に、 水俣市で先行上映が行われ、2回の上映で市民や退治性患者などのおよそ1000人が鑑賞した。会場ではジョニー・デップのビデオメッセージも紹介され、上映後の舞台挨拶に立ったアイリーンは、劇中で窒素の社長が有事にネガの買収を持ちかけたり、仕事場が放火される客職について、史実と違う部分はあるにしても、著名な役者が演じた映画を通して、 水俣病の根底にある問題を広く世界に知ってもらうことの意義は大きいと語った。友人スミスの元妻で映画の登場人物でもあるアイリーンスミスは映画自体については患者さんの苦しみと戦いの素晴らしさが世の中に知られていくこと、そして友人のジャーナリストの信念が話題になっていくことは非常に嬉しく思いますと評する一方、スミスや自身の描写には この映画はドラマだし、実際に生きた人にとっては複雑な気持ちがありますと述べた。デップの演じた友人スミスについては動きが本人に似ている場面や撮影中に友人がいると思えた瞬間があったことを話している。ありがとうございます。